来週水曜日に開業する東急プラザ原宿原角は、地下1階から屋上テラスまでの9つのフロアに75店舗が入ります。その中には原宿エリアで唯一の銭湯も入っていて、壁には見事な富士山が描かれています。年間来場者数は1000万人を目標にしていて、地域の活性化を目指すということです。